北条朝時は、鎌倉時代前期の武将。鎌倉幕府、第二大執権、北条義時の次男。名古屋流北条氏の祖。母は、正室の姫の前。祖父、北条時政の屋敷であった、名古屋邸を継承したことにより、名古屋朝時とも呼ばれる。研究四年、北条義時の次男として、鎌倉で生まれる。母は、 源の頼朝の仲介で義時の性質となった、姫の前で、性質の子としては長男であり、法上家の着手であったと考えられる。父義時31歳、即室を母とする、イボ兄の今後は11歳であった。兼任3年、朝時が11歳の時に、引企義和の変が起こり、母の実家引き死が、 吉時ら北条一族によって滅ぼされたことで、両親は離婚し、母姫の前は上落して、源の友近に再下した三年後に死去している。後に朝時は、友近の次男源佑時を有志にしている。県営元年10月に、13歳で元服する。その際に将軍、源実友より返記を与えられ、朝時と名乗ったと推測される。 権略2年5月7日、20歳の時に、将軍、佐根友の五代所、信子に仕える官女である助、私森親孝の娘に炎症を送り、一向になびかないので深夜に、娘の局に忍んで誘い出したことが露見して、佐根友の怒りを買ったため、父義時から偽絶され、駿河国富士軍での秩序を余儀なくされる。一年後の県略三年、和田合戦の際に、 鎌倉に呼び戻されて、兄の安時と防戦にあたり、有猛な朝日名義秀と戦って負傷するなど、活躍した。その後、御家人として幕府に復帰する。上級3年の上級の乱では、北陸道の大将軍として、佐々木真実や結城朝広らと協力して転戦。5月30日に、越後国の国府に到着すると、6月9日には、 越中国と加賀国の国境に位置する、隣山に布陣した、朝廷軍を撃破。上級期時効寺本では6月17日、百連勝では20日、武家年代期では24日には、入京を果たした。戦後は、上皇方に加担した、藤原藩語の処刑を行っている。上皇2年10月の時点で、朝時は、加賀、野と、越中、越後など、 北陸道諸国の守護を兼任した。現任元年6月、32歳の時に、義時が死去すると、安時が、六原丹大として在京していたため、父の早々を弟たちと共に行っている。その後、伊賀市の変を経て安時が三大執権となるが、この事件における朝時の動向は不明である。過六元年に、越後守となる。 家庭2年9月には表情集に加えられるが、初3のの即辞退しており、幕府中枢から離脱する姿勢を見せている。6年後の忍者3年5月17日、安時の病による出家に伴い、朝時も翌日に出家して、生死と合した。朝時の出家の直接的な理由は不明だが、安時の死の前後、刑では、 鎌倉で合戦が起こるとの噂が流れ、将軍御所が厳重警護され、鎌倉への通路が封鎖されたことが伝わっており、朝時を中心とした反執権勢力の暗闘があったことによるとみられている。三年後の還元三年四月六日、五十三歳で死去。性質、姫の前を母に持つ朝時は、祖父、次世の名古帝を継承しており、細川茂夫は、 時生が、朝時を、後継者に考えていたのではないかと推測している。ただし、名古屋定刑症の時期は不明で、朝時の元服の前年に、時生は失脚しており、時生の真意は定かでない。父義時は、朝時を一時偽絶し、道部帝の十字が、上級元年に、小侍初別等、女王二年に、駿河守に任じられて朝時の神を超越している。 ことから、不死関係は良好ではなかったとする見解もあるが、一方で、和田合戦、上級の乱で活躍して、吉時の医療配分では大量の所領を与えられ、朝時の名古屋流は、一族内でも高い価格を持つ有力内家となる。共同立式より、北条康時小林清志新筆、あずまか義3年9月27日上によると、 朝時の名声邸に強盗が入った時、安時が政務を投げ出して駆けつけ、朝時は感激して子孫に至るまで兄への忠誠を誓ったという。しかし、安時の死の前後、御家人たちに遅れて朝時が出家したことを、とでは、日頃疎遠な兄弟であるのにと、驚きと不信を持って噂されている。過六元年5月の吉時の茂家は、十字以下の弟が、 大事に従って行っているのに対して、朝時は、前日に単独で行っており、自らが、北条の本流という自負を持っていた可能性もある。安時の後継者をめぐって、朝時ら名古屋一族に不穏な動きがあったと見られるが、詳細は明らかではない。その後の名古屋流は、特捜家に常に反抗的で、朝時の着難工事を始め時、三雪、乗り時らが宮相そ道。 2月騒動で、たびたび謀反を企てている。日付イコール旧暦ウィキメディアコモンズには、法上長寺に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。